亀田さん兄弟の父で三男、和樹のトレーナーを務める四郎氏が、こいつボクサーちゃうわ、と対戦相手に怒り浸透。公開練習での相手選手、トレーナーの振る舞いに呆れ果てボクシング舐めてると憤る一幕があった。映像、敵陣営に詰め寄る四郎氏昨年10月7日、東京大田区総合体育館で行われた3150ファイトボリューム7メインイベント。 IBF フェザー級2決定戦で元2階級制覇王者で当時ランキング5位、現在同級3位、の亀田和樹、TMK が、当時8位、現在同級2位、ノレロとドラミニ、南アフリカ、2対2の判定負けで敗れた。あれから10ヶ月、明日24日、土曜日大阪、ヤマトアリーナで IBF 世界フェザー級指名挑戦者決定戦として両者が再びリングで拳を交える。 19日に大阪市内のクワール3ジムで行われた公開練習で顔を合わせた両者だったが、そこでこの試合に向けてカズキのセコンドにつくシロー氏が敵陣営に噛みついた。カズキは負けたら引退と言われる中、3月31日に名古屋国際会議場イベントセンターで開催された3150ファイトボリューム8に登場。フェザー級10回戦でケビン・ビジャヌエバ、メキシコ、 5回終了 TKO 勝ちして再起を図ると同時に年内の3階級制覇挑戦をアピールした。一方のドラミニは試合が流れるなど不運も重なり、カズキとの試合以降およそ10ヶ月ぶりの試合となる。試合の間隔が空いたことは問題ない、そう答えたドラミニに対して四郎氏は、カズキが負けてから俺が見るようになった。だから、気をつけとけよと凄むも、ドラミニは、OK。 試合を楽しみにしてるよと冷静な返し。真面目くんやな、とどこか表紙抜けした白押しだったが、その後、雰囲気が一変する。和木選手が戦い方を変えてきたが、記者から質問が飛ぶと、よりアグレッシブに来てくれれば、我々としては戦いやすいとトレーナーが応じる。しかし、そこで、こいつ、ドラミニ、に聞いたらええねん。君が戦うんじゃないだろ、と苛立ちをあらわにした。 シロウ氏の要望に応える格好で、接近戦だろうが、距離を取ろうが、すべて対処できると自信を覗かせたドラミニ。しかし、さらにシロウ氏は関係者に対して、減量きついんか聞いてくれるか。声が出ないくらいきついのかと畳みかけるも、ここでもドラミニに俺の仕事は戦うこと。おしゃべりすることじゃないと一周される。それでもシロウ氏は、最近、日本では、 軽量オーバーが多いからちゃんとしてくれ。それだけの話やと語気を強めた。いよいよ、ドラミニの公開練習へ。すると、まさかの事態が、ドラミニが靴下にスリッパを履いたままでリングに入った。これに白氏は、こいつボクサーチャーは、シューズも履かないやつをらへん。やる気あるにしてもないにしても、ボクシングを舐めとる、と呆れた様子。 スリッパを脱いで靴下姿でミット打ちを開始したドラミニに対して、トレーナーは裸足でリングへ。30秒ほどミットを軽く叩くと、フィニッシュと突然の終了宣言。これには白押しも、終わりか、と驚いた様子。隣で後期ファウンダーもあっけに取られていた。